アミーゴのトレーニング時間やってきました。はい、アミーゴのケイタです。中野です。お願いします。お願いします。今回は試合で使えるインステップパス。ちょっと小学生とかでインステップパスってしたことありました？あんまなかったです。あんまないね、はい、中学生とか高校生になったらおそらくで使うことが頻繁にある、うん、だけど小学生のうちから練習してて損はないです。そう、特に小学生年代ね、うん、蹴れたらまあなんかあれだよね、武器になるよね。ということで、まあね、今日ね、小学生、中学生、まあ、高校生、まあ、全員なんですけどね、このキックを身につけたらね、一発で状況を打開できる、はい、必殺スルーパスにも出せる、はい、っていう必殺インステップパスをね、今日は解説していきたいと思います。はい、ちょっとカメラマン危らないでください。ちょっとお前ガタ遊ぶね。結構本当使える場面めちゃめちゃ多いと思います。なんでね、まあコツだったりとかしっかり掴んで、この動画をいっぱい見て練習して武器にしてほしいなと、はい、思います。で、多分手本の動画とかね見るとね、多分難しそうだと思うけど、うん、意外と簡単だよね、コツさえ掴めば。そう、本当に、うん、変な話インサイドパスの方が多分難しい、まあ、確かレベルで。で、僕の方が月曜日と水曜日、ケイタの方で木曜日、はい、サッカー塾をやってるのでね、ぜひインスタグラムチェックお願いします。お願いします。じゃあそれでは早速解説やっていきまっしょう。いかがだったでしょうか。まずこれいいボールだよ、これ悪いボールだよっていうのをね、教えていきたいと思います。まずいいボール、自分から見てバック回転がかかってる。ちょっと今動画スローで出てると思うんですけど、無回転であったりとか、まあ、相手に対してトップスピン、いわゆるこういう回転のボールだとやっぱりトラップがしづらいです。あと球の軌道安定しません。なのでなるべくこういうバックスピン、こういうボールを蹴れるようにしていきましょう。で、蹴る時のポイント、まず1個目、インステップで下にボールを切るイメージ、振り抜くんじゃなくて下に切るイメージ。これもね、今、スローで動画流れてると思いますが、足を振り抜くんじゃなくて割と止めるイメージで蹴ってもらうと蹴りやすいかなと思います。まあ、イメージ、水切りのイメージです。バウンドとかはこのドーンドーンっていうバウンドじゃなくて、バウンドしたとしてもさっさっさと、ちょっと回転もあまり変わらずに進んでいくような、そういうイメージでボールを蹴ってもらうといいかなと思います。ボールに対して近すぎるとインステップが縦に入っちゃいます。この場合はなるべくインステップを横にボールを蹴りたいので、普段シュートを打つ時よりも若干外めに取るとインステップが寝かせやすくて、より水切りのような形でバック回転がかけやすくなると思います。まあ、イメージね、シュートを打つ時割と縦に入った方がシュート打ちやすい。ただパスを出す時、バック回転のいいパスを出してる時はなるべくこうやって横側で蹴る時は、まあ、斜めなんだけど、もうイメージは本当真横、真横で上から叩くようなイメージ。ずーっとガチガチになってるといいボール蹴れないです。基本はもう体を柔らかくしていい場所に足を置く。で、この振り抜くぐらいの時に力を入れます。イメージはムチのようにちょっとしならせる感じで、これ振り抜く時に若干力を入れてフォローするんですよ。うん、ボール当てる位置なんですけど、どちらかというと真ん中より若干上かな、これがイメージしてるの。下だとただこうやってバック回転かかるんだけど上に浮いちゃいます。それはまあ浮いたボール蹴りたい時はいいんだけど、いいパス、いい低弾道のパス出したい時はなるべく真ん中より若干上目を斜め上から切るよね。最終的にはボールの下で潜ってるってことだよね。そう、ファーストインパクトがそこ始まって切るからってことだね。そう、
で、横から解説すると、足がこう来てこうなってくるイメージ。切れなかったらだってもうバンバンバンになっちゃうもんね。上から叩いてうまくいかなかった時の場合、いいね、こんな感じになっちゃうんですよ。で、ボールの真ん中より下をインパクトした場合、こんな感じで、まあ蹴りたかったら別にこういうパスも使えるんだけど、低弾道だとやっぱり下蹴っちゃうとなんないんで、真ん中より上を蹴るイメージ。こんな感じです。じゃあ試合ちょっとイメージして、僕がまあボランチでもいいし、サイドバックでもいいし、センバでもいいんだけど、なるべく真ん中でボールを持っている選手が左サイドにパスを出すイメージ。ちょっと左利きなんで行きます。これ使えるでしょ。いい、オッケー。はい、いかがだったでしょうか。小学生、中学生、高校生に向けてなんですけど、やっぱキックもね、本当に反復練習です。できなかったらできるやつの動画見たりとか、できる選手を聞いたりして、とにかく練習する。で、自分の動画も撮って、なんかフォームでちょっと違うところないかなとか、ちょっとここ変だなって思ったらアミーゴの動画見てもらって、またね、自分の練習に生かしてもらえればと思います。まあ、これやり続けたらね、何がダメで何がいいかってすぐ分かるよね。出てくる、うん、はい、じゃあ引き続き、レッスン系、はい、ドリブル、パス、トラップ、シュート、リフティング、もう必要なもの全部教えるんでね、はい、ぜひチャンネル登録、はい、高評価してください、はい、あとはね、まあコメントでこういう動画見たいようだったりとか、こういうこと教えてほしいですとかもあれば、ぜひコメントお待ちしております。よろしくお願いします。マジお願いします、コメント欲しいです。はい、じゃあ次どうぞ。悲しいことを全て揉み消す、あなたと歩くこの